結局何が起きたか、このゲームで。他のゲームで言うとエペとかエイペックスとかも多分そうだと思うんですよ。はい、こんにちは、ラッシュゲーミンググリードです。今日は久しぶりにヘイローインフィニットをやろうかなと思います。僕が出演したビッグカメラさんの公式番組で、Xbox ヘイローインフィニットを、キャンペーンとマルチプレイヤーやってきたので、概要欄に、リンクの方を貼っておきます。ゲストもねすごく豪華で、あとね編集とねナレーションがねもうテレビなんですよ。レベルがもうマジですごいんで、ちょっと皆さん見てほしいです。ちなみに上級者ジャンプしないんですよ。ジャンプしないです。ジャンプするともう隙だらけになっちゃうんで、しゃがむんですよ。しゃがむ。あ、そう。でもマッチング一瞬だな。マジ3秒ぐらいでマッチングしたぞ。やっぱ人はね、あの日本はいないけど他のアジア圏はね全然いま、やっぱいますね。もう世界大会もこの間開かれたぐらいで、全然ゲーム人口はいるし、競技シーンも熱いんですよね。まあただそのツイッチ見ると全く配信されてないのは、まあ、マルチは本当競技向けにね、なんか特化しすぎてるんで、まあすごく配信向きではないんだよね。まあマルチプレイヤーっていうジャンルが正直配信向けではないのかな。まあよくコールオブデューティーもなんかマルチの方は全然ツイッチで配信されてないみたいな話ありますけど、COD に関してもね、昔からそうなんですよね。別に配信の方は、動画はね昔からあったんだけど、配信ってなるとマルチプレイヤー全く世界でも配信されてなかったんですよね昔から。だからキャプラ、そんなヘイローインフィニット、僕はね去年ねマルチプレイヤーがこの作品、無料でねリリースされて、で僕が e スポーツを始めた作品なんですよ。これ高校生の時に Xbox 買って、だから本当にねこの作品であの競技シーンに復帰しようかなって思ってたんですよ。ただもう日本では無理。日本はもう人口がいない。だから一時期ちょっとオーストラリアの方に行ってオーストラリアのチームに入ろうかなっていう風に思ったりもしたんですけど、まあ去年はいろいろ手術とかもあったりとかして、まああんまり、ね、できなかったんですけど、それは、ね、このゲーム、まあ本当にねいいゲームなんですよね。競技ルールとか好きな人は本当好きなゲーム。まあパッドゲーのCS:GO みたいな、そんな枠ですかね。What?このゲームね、なんでこんなにさ、アップデートが遅かった。そう、結局何が起きたか、このゲームで。めちゃくちゃアップデート遅かったんですよ。やべ。危ない。なんでこんなアップデート遅いんだっていう風に、で、みんな、ヘイローの人たちも疑問に思ってたんですけど、あのね、シンプルに、開発者がいなくなってたっていう。で、これね、あの別に、このゲームだけじゃなくてよくあるというか、やっぱ海外企業あるあるなのかもしれないですけど、あの海外企業ってやっぱね、あの転勤みたいな会社の移動早いじゃないですか。よいしょ。ね、このプロジェクトが終わったらもう別の会社行っちゃうみたいな、あのそういうことがこのゲームで起きてて、で他のゲームで言うとエペとかエイペックスとかも多分そうだと思うんですよ。あのね、足音バグが一生治らないとか、ね、ゲームを変えるような大きなアップデートが来ないとか、なんかそういうのってもうそもそも最初の頃いた開発の方がもういなくて、会社にバグももうなんでバグってんのか分かんないみたいな、修正できないみたいな、なんかねそんな状況が多分その Apex でも Halo でも起きちゃってて、特にこの Halo Infinite はそれが深刻で、マイクロソフトね、マイクロソフトのすごくね、ビッグタイトルなんですけどね。なんでこんなことが起きてしまったのか。シーズン1とか来るの、なんか、アップデート来るのなんか半年ぐらい経ったんですよね、実は。もう悲しいことに。まあ、ただ、そのゲーム自体はそもそもまあ、ほぼ完成されてるんですよ。別に未完成とかそういうわけではない。むしろ、もう、競技シーンももうこれで十分っていうぐらい。で、一応新マップとかも来るし、全然ゲームとしては完成されてるんだけど、いわゆるこう、配信とか動画向けコンテンツとしてはない。そう、動画映えするような、配信向けするようなコンテンツがあまりになくて、まあ、今で言うね、Twitch、YouTube ではあまり盛り上がらなかったっていう感じです。よいしょ。ただね、その新規が増えるかって言われたら、増えなかったんですよね。そのアップデートがなかったせいで。いや、難しいですね、ほんと。いくらいいゲームでもやっぱ、
ぱね新規が増えないと。しかもめっちゃ連休してる、やばすぎるんだがいやほんと僕はやばい、あぶね、死ぬ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 。マジでこれで競技戻りたかったんだよね。もう日本でパッドゲームで競技シーンがあって世界に挑戦できるゲームって相当少ないんですよね。まあ Apex、 フォートナイトとかバトロワになるのかな。やばい、やばい、死ぬ、あぶね、よう来たな。あ、ナイス。日本だとあのスナイプダウンがねヘイローに戻ったっていうのでちょっと話題になったかなと思うんですけど、まあスナイプダウンちょっとヘイローで全く若い子に勝てずエペに戻っちゃったんだけど、元 COD のフォーマルはね今オプティックでめちゃくちゃ強くて、この間の世界大会も優勝してましたね。それでなんか全ゲームの中でのなんか今年のベストコントローラープロプレイヤーみたいなのに選ばれてたんですけど、ほんとね、競技シーンが熱いっす。日本以外は。日本以外は。まあ、すごくね、まあ、パッと見、やってる側はクソ面白いんだけどね。こう動画としてはね、まあ、地味なんだよね。やっぱりさ、こう、お、待って、後ろいる。あぶれ。やっぱりね、結局その、競技としてゲームを、競技向けにすると、まあ、いろんなものをね、排除しないといけないんですよね。もう、とにかくシンプルにしないといけない。だからこれそうなるとこうヘイローみたいになるわけですよ。みんなほぼ同じ武器、特殊スキルほぼなしみたいな。で体力硬くて、よいしょ、チーム力がすごく必要になってくるっていうゲームになるんだけど、まあそうなるとすごく動画としては地味映えはしないみたいな。やばいやばい。で逆にその動画映えするような、配信映えするような、初心者に向けたゲームにするってなると、エペとかヘイル、COD みたいな、敵がすぐ溶けたりとか、いろんなアビリティを追加したりとか、単純なガンスキルだけじゃなくてこうウルトとかスキルを使えばワンチャンこう強い人にも勝つチャンスがあるみたいなね、そういうゲームになってくるんだけど、そうなると大体まあ、運要素が増えてくるわけですよ。まあ、そうなると競技シーン勢からすると多分ね、いろいろ文句が出てくる作品になる。けど配信映えはする。でも今の時代はね、そっちの方が大事なのかもしれん。初心者向けで、たとえ競技シーンの人たちからめっちゃ文句が出ても、ね、派手だったり運要素がある方がいいのかもしれん。まあただね、こう、ヘイローとか CSGO みたいな、こういう e スポーツに特化しまくったゲームっていうのも大事だと思う。やっぱこれはこれで存在していた方がね、やっぱ熱い。まあでも、なんか、最近ね、なんか日本のゲームは、こう、新しいのはなかなか流行らないみたいな風に言われてますけど、やっぱ世界と比べちゃっても人口の量がね、違うんで、どうしても。新しいゲームを流行るほどの人口はもう日本には いないとは思うんですよね。日本ではマイナーかもしれんけど、僕はこのゲームはマジで一番好きなので少しでも知ってほしいっていう。いやー、てか普通にめちゃくちゃ回線いいな。なんだこれ、やっぱシンガポールとかそっちでは全然人いるんだな。なんかね、こうエイム簡単そうに見えますけど、めちゃくちゃ難しいですからね、実はね。あ、オーバーシード取られてる。はい、ナイス。下来てるよ。てか、ワイエイムうまくね？ワイエイムうまくね？久しぶりにしたエイムが良すぎる。いや、ほんとね、僕、高校生の時に、ね、このゲームをね、買って、e スポーツの世界に入ってったんだけど、ね、それまで正直、まあ、COD とかやってたけど、正直あんまりうまくなかった。かなり COD も下手くそだったんだけど、このゲームを、やり出してから、一気に上手くなりましたね。その、FPS という、FPS 能力が一気に上がった。やっぱりこう、一人で突って倒せないゲームだから、基本的なこの FPS の基礎的な部分、味方と一緒にチームシューティング意識するとか、無理な打ち合いはしないとか、なんかその辺がね、こう、一気に成長したんですよね。OK! 金ヒルはあれですよ。まさにCOD のハードポイントの元となったルールですね。まあ本当は金ヒルのスタートはね、確か、ギアーズ・オブ・ウォーだったと思う。同じく Xbox のゲームの TPS の名作っすね。
やば。次のガッチ、僕の真上いるな。ワンキュー、一発当てて、ツーキュー、もし一発当てて、ツーポー。ほんとこのゲームスナイパー楽しいわ。スナイパーはね、一発じゃ、胴体一発じゃ倒せないんでね。OK。暗殺か今の。で、撃たれるとね、スコープが解除されるから、ガンマチスナイパーみたいなのができない。で、そこ、今、ダメージ与えたよね。OK。いい一撃です。OK。いいよ、無双してる無双してる。ノースコープ。ワイン、ワイエット。もう一人飛ばした。これはバトライでゆっくりやろう。ワン。ワン。スナイパー当てて、ナイス。おお。はい、というわけでお疲れ様でした。今日は久しぶりのヘイローインフィニットの動画でした。まあこのゲーム本当大好きなんで、たまにやるかもしれません。また一応動画のエンディングに僕がね、出たヘイローインフィニットの大会の動画とか貼っておきますんで、よかったら見てください。ではお疲れ様です。You'd show me your art. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out